がとうございます。減ってた。今飲んでる。嘘嘘。ファンタスティックって知ってる？ファンタスティックって知ってる？ちょっとですね、うわやば、ね、湖できてる。湖できてる。美しい美しい。よかったらあの ファンタバイチャレよろしくお願いします。ファンタバイチャレよろしくお願いします。でちょっとですね、まあソリに、まあ、自転車借りてたのと、まあお金20万お金は借りてないんだけど、まあそれも返金してほしい、返してほしいって、まあ、言われてたんですので、お金20万円と、あ20万ありがとう、20万来た、ありがとうございます。でチャリンコとね、自転車を、自転車とお金を返しに行こうと思ってるんですけど、ちょっとめっちゃ緊張してて、よかったらマユにナイスで背中を押してください。ちょっとナイスで300ナイスで背中を押してください。ちょっとぶっちゃけ緊張してて、本当に背中を押してください。マイブスだから好き、ブロックします。ありがとうございます豚。よかったら、あ243ナイス。あ最初からこれでやってればよかったんだ。最初からこうすればよかったんだ。きなこちゃんもありがとう。きなこちゃんもありがとう。ちょっとでプラスちょっと若い、まあちょっと総理もプライドが高いし、思ったことを、まあ、言えないところがあるんで、ちょっとね、ありがとうございます、ブス路線でブロックします。なので先月ちょっと総理が誕生日だったから、まずチャリと金返すみたいなことを最初に言っちゃうと、いらねえよって言われるかもしれないから、あのお誕生日おめでとうって誕生日プレゼントを渡してからの、打ち解けてからの渡す流れ、うん、でもちょっとうざいのブロックしますね。決めつけとか見なくていいんで、そういう人は見なくていいんで、うん、お金返しません、ありがとう。そうちょっとそうしようかな。誕生日プレゼントもちょっとみんなで選んで買っていこうかな。なんかその方がさあ、ありがとう整形また ありがとうございます。またえって誰だろう。整形二重、整形またえ、整形二重、整形二重ではないんだけどね。ありがとうすっくん2個ナイス、パンワンありがとう。誕生日返しません。誕生日ファンタよろしくお願いします。250ナイスありがとう。でそう今からチャリ持って行こうと思ってます。すごいねこれさ、魚はさすがにいないか。あリちゃんもありがとう。皆さんよかったらちょっと足が動きません。
足が行くの怖がってる。300のやつ行ったら足踏み出せそう、足踏み出せそう。本当にこれは踏み出せそう。本当に緊張してる今日。本当に緊張してる。演技じゃなくてガチだって。ありがとね人で。ガチだって、うん、本当だって。緊張してるよ。ちょっと痒いここ。なんで会うのか、もうあのちょっとね、まあ去年その20万の件で返せって言われた時に返そうってなったんだよ、配信つけて。そういう時、その時に返さなくていいって言われたから甘えちゃったんだよ。じゃあいいかって、別に借りてはないからいいかなって思ったんだけど、やっぱその後ずっと返せっていうね。まゆちゃん頑張ってね。ブーター3つ聞いちゃありがとう。あのなんだろう、私にねは言わないんだけど、まあ、ゼロワンとかさ、たくまの枠とかでそういうコメントをやっぱするようになっちゃったので、もう返しに行こうって。でも多分返しに行っても受け取らないから、この前誕生日だったっていうことで、うん、あ、ブタンありがとう。いや振り込み先も教えてくれなかった。連絡したんだけど、それをブロックさ、その連絡をブロックされてて、そうで私、いや無理やりにでもってもらってないって言われてもそれは困るんで、うん、そうですね。だからちょっと誕生日だったのを機に誕生日プレゼント買って行きたいと思います。私に行きたいと思います。うん、強気で強気で。前のこと臭いと思うならナイスください。豚ありがとう。うん、返さないといつまでも言われるよ。そうそう、だからいつかねって思ってた、ずっと。うん、プレゼントこそ受け取らないと思う。違う、それは分かってないな。違うんだよね、受け取らないから絶対最初からお金渡しても。チャリ、あ、チャリは受け取るかもしれないけど、プレゼント、お誕生日おめでとうとからのあれだね。そうしようかなって思ってる。でちょっともうめんどくさいのはブロック してます。ブロックしますね。はあ、だから緊張してるんだよすごく。とってもめっちゃ怖いね。なんでかっていうと今日土曜日だから酔ってるからね。でその酔ってるのがめっちゃご機嫌がいいか機嫌が悪いか、うん、まあぶっちゃけ受け取ってくれたら私の勝ちなんだよね。私の勝ちだね、受け取ってくれたら。あと45ナイスお願いします。45ナイス。お願いします。
あ、プレゼン、じゃあのね、分かってない。とりあえず私はそのやり方でやる。私も付き合い長いからさ、あのもらってないっていう可能性があるから、それは危ないってこと。ここまでして私、しかもアンチが多いからあげてなかったって言われるじゃん。あー、末吉さんゾウもありがとう。豚もありがとうね。さっきの豚定期ありがとうございます。ポテトありがとう、うん、ありがとうございます。よっしーまさんもポテトありがとう、ありがとう。まゆちゃん頑張って、あ、ありがとうございます、ありがとう。 T シャクくしゃくしゃやないかい。みんなでまゆ応援よろしく、ありがとうございます。ブタさん、いや嬉しいよ、本当に応援ありがとう。うわ、予算やってるんだ。ただね、何をあげたらいいかな。あのね、何をあげたらいいんだろう。ありがとう、ポテトありがとうございます。ピーちゃんありがとう、ペットのおもちゃ。いや、それ怖、危ないよ、それは。嬉しいか、安なわけに。ありがとうあ、ありがとうございます。まー、あ、ちゃん、ふわっちくん、5個投げ、ナイス。豚もありがとう。いや、ペットは危ないよ。こいつ、あの、じんちゃん奪おうとしてるんじゃないかってなっちゃうから、こいつ もしかしてっていう。しかもあっちからすると服を奪ったって思われてるからね、うん、そういうもんなんだよ。あ、あと40ナイスお願いします。40ナイス、40ナイスお願いします。え、ちょっと着替えに行くじゃん。着替えに行ってもいいよ。じゃあそんな気に、私家近いし、別に着替えに行くじゃん。これ、まゆさん、まゆさんしね。名前変えてこなくていいよありがとうやべえ、もう蚊に刺された、もう蚊に刺されたよ。そうだから、とりあえずご飯食べて、ご飯食べに行くか、着替えて、うん、まだ、はい、行くのはせめて来年再来年に。あと噂によると、総理配信者になりたいらしくって、配信者になりたいらしい、うん、だからここで私に物を受け取ってしまっちゃったら解決しちゃうから、受け取りたくないのもあるんだと思う。そのネタがなくなっちゃうじゃん、その配信者になったら。もう解決しただろうってなっちゃうと面白くない、多分そこなんじゃないかなって思う。前との縁が切れないようにというかさ、うん、前のプチ投げ師に、あの大投げ師になってほしい、大投げ師に。まあそうだね。で、総理は確実に今寝てるわ、確実に寝てる。ちょっと服気になるなら、じゃあ着替えてくる。てか恥ずかしい、なんかマスクもしよう。他人ネタばっかりでダサいんだよ、デコルテ姉さん見習えや。え、他人ネタばっかりって、私今月まだ誰とも会ってないし、何を言ってんの。なんで物を返すのがネタになるの、しかもね。
しかもなんかなんで私がこれを配信上で やってるかっていうと、私は配信外でずっと連絡してたのにもかかわらず、そのまゆが例えばパルちゃんと電話してる時に総理がパルちゃんに電話したりとかね、あっちがその配信上でやってるからもうしょうがないんだよそれは、うん、ブロックね、しょうがないんだよ、うん、私だって自分から配信上でやってないからね、総理から配信上でやってきたから、じゃあもう私も配信上で締めないともういけないんだよ、言われるしね、どうなったんだとか。いや、まゆがそのブロックしてる人をし、あれ、ブロックしてもナイス減ってないから、ナイスしてもらってる人はブロックしてないよ。でも着替えるってさ、何着たらいいんだ、何着たらいいの、いやーてかさ、蚊が増えた、蚊が、うん、蚊が増えた、うん、これ眉、豚さんありがとう、これあの整形前の眉、整形前の、よし、何を着たらいい、何を着たらいい、20倍スーちゃんありがとう、来たー、2人越し40個ありがとうございます。じゃあこれこういうやつ、これこういうやつ、こういうやつ、これあーありがとう、水上花火もありがとう、ありがとうございます、これこういうデザイン、これは
ありがとう豚さん、2倍ナイス。これいくら入ってんだ。入ってた。これだってこれパスも入ってた。お小遣いゲッチュいくら入ってんだろう。後でちょっと確認しよう。これパスも入ってた。今日はこのモード系な服で行きたいと思います。大人っぽい感じでこう総理にちゃんとこう話しに行くような果てさがないこのモードな感じで総理に会いに行こうと思います。派手ではなくスタイリッシュな大人モード系、これで挑みたいと思います。いや、これはシワシワとかないよ。可愛いでしょ、これ。前後ろどっちでも着れる。いや、延長したよ。ありがとう。じゃあ、行こっか。戦場に。戦場に行こっか。いや、合ってないわ、嘘。だってこれ、あの、人形がこれで来てたんだよ、これ。それを買ったから、それはない。それはない。そう、マネキンから、あの、マネキンからセット買ってるから、それはない。合ってるんだよ、これ。じゃあ、行こっか。たぬき121号。とりあえず、よいしょ。いきます。ペガコさんに似てないでしょ。とりあえずランチ何食べようかな。マイムスクバスネブスだ。ケンくんありがとう。
皆さんナイスとあとフライドポテトください。お願いします。フライドポテトとよろしくお願いします。頑張ります。自転車倒れてる。ちょっと待って、よいしょ。ちょっと待って、自転車が、ちょっとやばいんですけど、私さ体力ないから、ありがとう。豚さん3つありがとう。ちーちゃんありがとう。あ、ちーちゃんありがとうございます。ニーコディバイちーちゃんありがとう。あ、ちーちゃんありがとう。台本じゃないよ豚、ありがとう。これほんと昨日ほんとすごかったみたい、うん、見て、空気つけるか。暑くなってきた。あー、ゾウさんも2個ありがとう。スーくんありがとう。カズチンもナポレオンフィッシュ2個ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと扇風機つけますかな。うん、ソーリーとマユの台本じゃないよ、本当なんだよ。
よし。行こうか。おしゃれで、おしゃれな格好で総理に挑みます。おしゃれで、とんでもない豚2個ありがとう。ちーちゃんありがとうございます。ちょっと歩くのめんどくさいな。チャリ乗っていい？ラジオで、うん、まゆ頑張って3つありがとう。なんかさ信号無視とか怖いじゃん。